防行路近郊は、中華人民共和国四川省の省と、生都市中心部を流れる川で、民港の支流。長江水系に属する。川の流路の大部分は、生都市の域内を流れる。生都市都心の近郊区の名は、近郊にちなむ。生都市は、戦国時代以来、職金と呼ばれる。 錦織の製造が盛んであり、食金の品質の高さは、運金送金送金と並び称された。寛大には、朝廷が生徒に、錦織物を扱う専門の会員を置いたため、生徒は、錦木寛あるいは、金城と呼ばれていた。金庫の名も、人々が食金をこの川で洗って仕上げたことに、由来する。金庫はかつては、府が、 あるいは、府南川とも呼ばれていたが、2005年5月に、金港という旧名に戻された。金港の本流は、金牛区のホラコ口に始まり、生徒市の南の美山市、宝山が江口地位で、民港に流入して終わる。全長は9 7 3トル生徒市中心部を流れる、もう一つの川、南川も金郊水系の一部である。 生徒の中心を流れる金庫は、徒歩や李事郎などの詩人の作品の中に、たびたび登場する。金庫両岸には、当代の女性詩人節とゆかりの暴行楼合わせ皇帝、安順炉京同館の青羊具、水井棒の跡など様々な戸籍がある。しかし金庫は、汚染がひどくなったほか、土砂が堆積し洪水もしばしば起こった。川沿いは、悪臭が絶えず、 1980年代の洪水では、安純老橋が破壊された。これに対して、河川の浚渫や緑化、浄化などを行う、府、南川総合整地工程が1990年代に開始されたことにより、近郊の環境は改善され、生都市人民政府は国連からも表彰された。現在は、両岸一帯に超高層ビルや超高層住宅が集中している。 ありがとうございます。